こんばんは。こんばんは。京都のザ・クーピーズボーカル地元です。ベースの山本です。最近よく聴いてる音楽ということなんですけど、僕は自分のデモばっか聴いてますね。まあそれはあのね、今制作入ってるんで、ちょっといろいろ聴き直して、はい、っていう意味で最近ずっと聴いてるんですけど、いいっすね。自分で言わないと誰も言ってくれないんで。サトシさんは最近何聴いてるんですか？最近あの僕ドライブコールドクエストというあのグループが急に新しいアルバムを発表しはりまして、それまだ外人そうです、アメリカの方なんですけども、アルバムをまだ変えてないんですけど、あのその曲をちょっと聴いたりとか。何をきっかけでその聞いた？その人たちはあの自分の好きなミュージシャンがそのグループのことを好きだったんです。そうやってこうなんていうかこう辿っていくのが好きなんですけど、それで昔知りました。はい、ということでした。ありがとうございました。ザ・クーピーズでした。